たけし、出ておいで。たけし、怖くないよ。はい。たけし。反応がない。ガクブルしやがるぜ、たけし。相変わらず。いいね、なんか 3D。どこ向いてもこっち見てくれるわ。はい、どうも、わらです。さあ、というわけで今回ですね、なんと3年ぶりに、青鬼やっていこうと思います。で、今回の青鬼は、なんと、あの原作の青鬼を全くそのまま 3D にしたっていうゲームらしいです。実は僕ね、もともと青鬼実況者でもあるんですよ、実はね。今一番動画でね、再生回数があるのが青鬼っていうね。今もう200万再生ぐらいあるんですけどね。一番多いんですよ、青鬼が。なぜか。なので今回久しぶりにね、青鬼 3D、まあ、原点に帰ってね、やってみようと思います。にしても、あれだね。この画面では全く 3D かはわからんね。それじゃあ、早速やっていきましょう。ニューゲーム。で、これは何を選べばいいんだ？スタートゲーム、ん？ユーザー、あー、性別か。へぇー。女性選べるんだ。なかったよね、前はだって。へぇー、これ男女を選べるんだね。時代やね。時代やね、これ。で、ヒロシだけやんな。じゃあ、スタートゲーム、やっていきましょう。We have a know about our vision. あ、ちなみにこのゲームですね、海外で作られたゲームなんで、すべて英語です。だから、ほぼ分かれません。でも、大体記憶でわかるんで、なんとなくね、やっていきます。おい、たけし、ビビってんのか？って感じかな、多分。タクロがなんか言ってるね。ミカ、あ、ミカ懐かしい。あ、なんか可愛くなった、ミカ。可愛くない？え、なんか可愛くない？え、こんな可愛かったっけ、ミカって。3D ってすげえな。お、たけし。おい、たけし。あ、もう、帰ろうぜ、か、これ。おい、たけし、ビビってんのか？おっ！懐かしい、これやったわ。やった、やった。ん？Let's get out of here。おい、もう帰ろうぜみたいな感じかな、多分。まあ、落ち着きましょうってことね。多分、そんな、有利なんていませんよ、みたいな感じで言って、で、勝手に広島行くんだね。あー、あったあったあった。あ、すげえ !3D、ちょっと待って。ちょっと設定変えていい？さあ、設定変えました。若干ね、感度を上げました。では、やっていきますか。眩しいな、ここ。この家あれだね。なんか仕方ないんだけど、すごい天井低いね。あと頭スレスレやん。だって、視界がこれでさ、天井これやろ。スレスレやん、これ。これ、あ、なにこれ、モテるのもしかして。あ、もっと、あ、すげえモテるんだ。これはあれだね、3D ならではだね。これモテるのは。ってことは、この辺に置いたりすれば、葵の進行とかを防げるのかな、もしかして。これ、座れるんだ。これさ、持てばさ、持って、こういうとこに置けばさ、葵の進行を防ぐんじゃない？こうやってやればさ。ねえ。で、こうやってなんかぐるって回ってガッて出れれば、いい気がする。かしこ。で、ここのね、皿。これですね。ここの皿の破片を確か取るんですよね。なぜか。あー、キッチンも。あー、いいね。いいシンク。3D で見るといいシンクだね、これ。金持ちの家だね、これは。さあ、出ますか。で、出ると、みんなが消えているという。で、ここでキョロキョロって見て、皆さんっていうの。これは覚えてるわ。これは覚えてる。やったやった。で、確かね、どっちだ、こっちかな。あ！青鬼だ。青鬼はこの中に。ああ、これはあれか。鍵かかってますね。確かこれなんか何回これ、ノックしてると死ぬみたいなのなかったっけ？ないか。それはあれか。サウスパーク編か。あ、本編じゃなかったか。なるほどね。じゃあトイレ行きましょう。あれ？あ、全部閉まってるんか、これ。あ、そっか。なんかあんま覚えてないな。こう、あれ？なかったっけ、ここ。上行くのかな？まず、あー、地図ですね、これ。この家の。これでもこうやって見るともう、2D も 3D も変わらんな。こうやって地図見ると。わかりづらいわ、この地図。
この部屋は入れないですよね。子供部屋。こっち入れるっけ？あ、入れましたね。確か、ここ、たけし、ああ、やっぱり。たけし、出ておいで。たけし、怖くないよ。はい。たけし。たけし。反応がない。ガクブルしやがるぜ、たけし。相変わらず。いいね、なんか 3D。どこ向いてもこっち向いてくれるわ。いいなぁ、これ。どこ向いても、こっち見てくれよ、たけしが。あー、いいね。これ閉めれんのかな、これは。閉めれんのか。で、これは確か椅子、あれ、乗っちゃわずに、この椅子を、この辺に置けて、このアイテムですね。今、ライブラリー、図書室の鍵を拾いましたね。これ、アイテムどこで見れるの？あ、これか。ライブラリーのキーで見えましたね。確か、やつが出てくるんですよね、これ。ここ開けて、さあ、開けました。あれ？開いてない。あれ？開かない。あ、こうか。あ、なるほどね。アイテムを持った状態で開けるのか。なるほど。ちゃんとしてるわ。さあ。あー、いる。もう痛い。もうだって、めちゃくちゃ痛いやん、今。めちゃくちゃ痛いやん、今。だってもう 100% いるもんな。そしてなんか青に思ったより 3D じゃねえし。多分これまだ出てこないですよね、こっち行っても。出てこないですよね。いないんだよね、これ。で？なんか雑誌が転がってるな。じゃあ。これ触りますよ。はい。さあ、手に入れました。これベッドルームの木、いました。来てます！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 青に来てます！青に来てるけど、来てるけど、あー、3D 感が、3D 感があんまり、さあ、あー、おー、足速い、足速い、足速い、誰の手？え？ちょっと待って。とんでもない事実を発見したんですけど、これ、まさかの青鬼で、走っちゃう。ちょっと待って、速すぎんこれ、足。え、これ、え、これ余裕じゃね？シャトルランやん、こんなもん。もうほら、早すぎて。絶対余裕やん、こんなん。青にいますよ。でも、あいつの最高スピードはあれだからね。あれだから、もう俺なんてこれやつか、これ。ヒューン、ヒューン、これこれ。もうカーブで差をつけますから。じゃあ、取ってきます。ベッドルームの鍵取って、来ました！逃げます！だがしかし、俺にはこの足がある！早すぎる、この足！秒で巻く！秒で巻いていく！まだ来ています！まだ来てる！が、様子を見るほど余裕があります！そして、この、タンスの中に、隠れて、あ、いる。いる！一緒だ！すげえ再現度。すげえ再現度。再現度が。よし！オッケー！再現度すげえな。全く一緒じゃん。やべえ、これ。で、この、確かこの扉は、開かないですよ、これはね。開かないですよ、ここは、扉は。ダミーなんですよ、ダミー。あったね、これ。懐かしいわ。よし。出ましょう。で、ベッドルームって、多分ここだよな。確か。鍵持って、はい。あ、来ましたね。さあ、来ました。ここは、隙間とかに特にアイテムはなかったな。ここは確かね、このベッドを、ここに、跡があって、ここに。で、この跡があるのを見て、ベッドをずらすと、そう、下に降りるね。この穴があるんですよ。なぜ作ったかわからないけど、この謎の穴があります。で、これ降りると、そう、ピアノの部屋、すげえ！ピアノ超立体！ちょっと待って、ピアノすごくね？ピアノめちゃくちゃ 3D やん。なにこれ？ピアノの 3D 感半端な。青鬼のあの 2D 感に比べてこの 3D。 やべえ。これは 3D だわ。神かかってるわ。確かここなんか、なんかあったよな。おー、あー、これかこれか。そう、ここに確かこの鍵付きの金庫あるんですよね、金庫が。で、この金庫のパスワードがまだないので、ちょっと開けれないんですけど、
確かこの辺なんかあったよな。ああ、そう、ピアノに結婚があって、これを確かなんか乗っけるかなんかだよね。洗うかなんかして。一旦出ましょう。一階の様子を見に行きましょうか。いや、もう正直ね、俺この、チート級の足の速さ、これを手に入れてからもうね、煽りが怖くない。これはもうだって、ずるいもんね、この速さ。青鬼だってある程度にさ、俺だけ走るとかって。かわいそうだよ、青鬼が。よし、じゃあ、お風呂入りましょうか。いやー、いい風呂だなー。ん?なんか手に入れました?これは、これなんだっけ?これなんか忘れたな。ドライバーだったっけな。そんな感じやんね。アイテム手に入れました。で、これとなんかね、トイレにも確か、タオル的なものが、あ?これなんだ?これはソープ。洗剤か。さあ、こっち行けだっけ?あ、行けますね。奥の部屋も行けて、あ、和室あったな、そういえばこれ、懐かしい。あ、和室から、ゾーギ!うわ、どう、俺はこの足の速さでこいつを巻いて言う。いや、さっきマジでびっくりしたわ。ダメよ、思ったら早いね、青鬼。これはもう遠慮せず。よし、行け行け行け、もう遠慮せず、もう俺は逃げる。ここで、はいはいはい、うまいはい、うまいうまい、もう同じ場所に、同じ場所に、あそこのロッカーに、タクロ?どうした?ヒロシ、You are okay? 大丈夫か?あ、OK, OK, 大丈夫。Did you see it too? なんとかかんとか。あ、モンスターね。青鬼がいるってね。やべえのがいるみたいな。ん、いたな、いたな。あれ、なんなんだ?わけわかんねえよな。ああ、そうだな。あれ、やばいよな。ああ、そうだな。内容がないよ。ハンカチがどっかにあった気がすんだよな。ハンカチ、あ、これか?あ、これっぽいな。絶対これじゃん。でもめちゃくちゃ 2D。確かにハンカチ結構 2D だけどさ、もともと。にしても 2D やな。この洗剤を組み合わせると、そう。洗剤ハンカチなんですよ。洗剤ハンカチなんですよね。で、洗剤ハンカチで、血痕のところを確かね、拭き取れば、出たはずなよな。何か。暗号が。確かこれ。ここで、拭いていきます。あ、出ましたね。679。ちょっと待ってよ。679。これ確かね、鍵盤の位置と、この数字がなんかリンクしてたんだよな、確か。で、これ一回、あーどまそまんまちょ、お前待って、どっちか、よし、もう、ワオーに急に来るなって、どうしよう、どこに逃げよう、椅子登っちゃダメ、あぶねー、今、冷や汗が、出た。あ、来てる、まだ来てる、長いな、今回しつこい、青鬼くん、しつこい男は、青鬼だよ。で、確かこれね、一番初めのやつが、凹凸があるのが7。で、右側が出てるのが9。で、左側が出てるのが6。で、一番初めがひっくり返ってるから、このひっくり返ってるのが多分おそらく6なんだよね。で、6がひっくり返って9だとすれば、一番目が、9。で、2番目がこれは7か。次が、こっちだから9か。で、これは9の方がひっくり返っているから6になるはず。多分ね。来い!違う?逆か!惜しかったな。これで逆ですな、じゃあこれは。ここが6で、こっちが9か。これで、来たー!覚えてるもんだなー。意外と覚えてる。で、これ手に入れたのが、キッズルームですね。OK! さあ、じゃあ行きますか、キッズルーム。はい!オープン。お邪魔しまーす。ここ確かね、ミカ、あ、いた。ミカ久しぶり。ミカ正面から見ると可愛いよね、これ。ねえ。
めちゃくちゃ可愛くない？ヒロシ？あ、ミカ。大丈夫？うん、心配ないよ。おっか。Stay here, come with me. 多分、come with me がついてこいときには多分。ついてこいって言えば、are you kidding me? I'm not walking. あー、これ多分断ってますね。なんか歩くのが嫌って言ってるな、これおそらく。OK。つって、ミカはここにずっといると。いや、ついてこいよ。なんでホラーゲームで一人になるねん。絶対死ぬやん、そんな。もう死亡フラグやぞ。ミカ。ついてこいって。ミカ、ミカ、ミカー、ミカ、来た！ちょ、ちょ、あお、ちょ待って。どうにいよ、どうにいよ。一回こう行って、こう行って、ここに来て、ここで奥の部屋行って、で、ここの扉を閉める。うっ、オッケー、うん、おー、引っかかった。早速ミカ死んじゃったわ。あ、もうドア開いてるか。よし、じゃあ入りましょう。さあ、うん、ゲームオーバー。あー、もう終わりか。そう、このゲームね、体験版なんでね、ここで終わりらしいですね。今回はこのゲームデモ版なんで、ここで終了です。いやー、面白かったね。 3D いいね。いや、これちょっと完成したらまたやりたいね。これ思った以上に楽しいんだわ。やっぱ3年もするとさ、人間忘れるもんでさ、結構ね、初見の気持ちで楽しいんだわ。よかったです。じゃあまた次回ね、この青鬼 3D がね、また製品化しましたらまたやってみようと思います。では今回はこの辺で終わります。また次回お会いしましょう。